ジョーダン・ラーソン・バーバックはアメリカのバレーボール選手。ポジションはウィング・スパイカー。アメリカ合衆国代表。アメリカ合衆国ネブラスカ州、ドッジ軍、フーパー市出身。ネブラスカ大学在学時より、大学バレーで実績を残す。2009年6月にアメリカ代表に選出され、2010年のワールドグランプリにおいて、同国9年ぶりの優勝に大きく貢献した。 同年10から11月開催の世界選手権に出場した。2011年8月のワールドグランプリで大会2連覇を果たした。同年11月のワールドカップで銀メダルを獲得した。現在、ロシアスーパーリーグのディナモ火山に所属し、2011から12シーズンは栗原恵とチームメイトであった。2014年5月の世界クラブ選手権で、 金メダルを獲得した。2012年にロンドンオリンピックで銀メダルを獲得した。2014年10月に行われた世界選手権では悲願の3大,大大会初優勝を果たした。2014から15シーズンよりトルコリーグの強豪エジザージュバシュに移籍した。2014から15シーズンの欧州チャンピオンズリーグと世界クラブ選手権の優勝に大きく貢献し、 自身も2大会で MVP に輝いた。2016年にリオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得した。2018年からは代表チームの首相を務め、同年のネーションズリーグで金メダルを獲得した。同年の9月10月に行われた世界選手権では首相として攻守にわたり活躍。しかし、メダル獲得ならず、5位6位決定戦で、 日本に3の1で勝利し5位で大会を終えた。2021年に開催された東京2020、オリンピックでは攻守にわたり、大車輪の活躍を見せ、アメリカ初の金メダルを獲得に貢献。決勝のブラジル戦では、最後の得点を決めた。大会 MVP、ベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。ありがとうございます。